ちゃん。こんにちは。ヨン様です。ヨン様です。出た。そうですね。記事では。あ、マフラー忘れた。あ、マフラー忘れた。冬そうな。はい、冬そうな、ね。あ、ね、冬そうな。古いな。もう何年前だあれ。まあ相当前だよな。前ですよ。ね、ヨン様も年取ったな。もう20年経ちますからね。まあ、俺もそうだしな。そうですね、こちらのヨン様は劇中でね有名なヨン様ですけれども、まあ FA です。はい、そして FA でもう続々とねもう決まったという選手が出てきていますが、まずはこちらのヨン様が的中させた森友哉選手、はい、オリックス、はい、おめでとう、おめでとうございます。はい、まあすっきりしてるだろうね今頃ね。まあ、そうですね、あ、まあオリックスジュニアにもいたしね、もともとそうそうそう、はい、だからまあそういう意味ではすごく小さい頃から慣れ親しんだというか、うん、はい、ファンであったというか、うん、気にしてた球団なんだろうね森にとってはね、はい、だからまあ移籍が決まったということ で、 そうです。ただね本当に今年のシーズン中から、はい、もう巨人行くんじゃないかとか、もちろんオリックスもそうでしたけども、うん、いや他ここじゃないかとかいろんなチームがアタックしてたと思うんですよ。まあね俺らの時代だったら、はい、まず間違いなくセリーグに来てたと思う。あ、それなんでかというとお客さんの入りが違うもん、ファンの入りが当時は。で今はもうそんなに変わらないからね、はい、どこもね、はい、だから慣れ親しんだオリックスというね、うん、まあ日本一のチームです。そうです。あとチームカラーがやっぱりなんかこう自由で伸び伸びっていうところ。まあそうだねまあ伸び伸びね誰か巨人に来てしまうと例えばいろんな意味で注目されてしまうとか、まあそれもそれでありだけどね、ヒゲも剃らなきゃいけないとかね、マッチ剃ってたけどね、はい、だけど入団会見でね、うん、まあだけどそれもそれでいいんじゃないの、伝統とかさ格式があって、あ、はい、まあ自由なところもあればいいし、うん、規律が厳しいところがあっても俺は全然いいと思うんだけども、うん、まあ、森が選んだのはやっぱその、まあ、ある程度自由奔放なね、うん、融通の利く、はい、まあ、オリックスを選んだ。そうですね。で年俸が4年で、まあ、20億近い条件お近い、いいね、うん、条件いいね。まあでも森はキャッチャーで首位打者取ったりだとかいろいろしてるからね。そうですね。だからまあそのどの金額が俺は適正なのかとか、うん、そういうのは分からないけどね、もうそこまで金額が上がっちゃうから、うん、だから分からないけども、まあ、でもいい選手を取ったと思うよ。そうですね。で、オリックスでは、まあ、他にあのキャッチャーいますけれども、うん、一応正捕手で DH ではなくっていうこと。それはもちろんそうだよね、うん、やっぱキャッチャーありきじゃないと DH だけどそんなお金出せないよ。あ、まあそうですね。それはキャッチャーの能力としてでまた西武のデータを持ってくるというね、えでみんな聞くと思うよ、西武時代俺にはどうやって攻めろって言われてたのって。あ、それを分かるだけでも全然違うから、まあ、教えますもんねチームメイトだから。入り球をこっち行ってここ行っといたら絶対ワンストライクが取れるからとか、うん、そういう情報がキャッチャー全部持ってるから、はい、攻め方攻められ方っていうのをさ、うん、だからそういう意味ではキャッチャーを取れたっていうのは、うん、なんかデータも盗んじゃったぜみたいな、うん、大きいですね。いやそれ絶対でかいよ、うんうん、だから森の遺跡っていうのは西武にとってはすごい痛手だよね、うん、そうですね、うん、どうしてもなんか西武の選手って FA していってしまうっていうね、悲しい。もう20人以上が出てってんでしょ、これまでに。そうなんです、すごいよなその確率も。なんでだよ、なんかこう引き止めるなんか魅力みたいなのないのかね。ね、言ってたのがずっとやっぱり立地上、まあ、俺は立地条件が一番だと思うけどね。あ、じゃあやっぱりその金銭面もやっぱり他にたくさん出せる余力あるチームだと。だもっとさ便のいいところに移ったら集客も自然と増えるしさ、あそこから帰るとなるとナイターはって大変だもんそうですね、行かれた方はね。ちょっと長い試合だったら日付変更線回ると思うよ家に着くまでに変わりますよねいや俺だってあの中継行ってさ、はい、自分の車で行くんだけど、うん、帰りなんか出るの遅れたらびっしりだから車。そうですよ、一本道なのでね。そうだよ な、 無理なんですよ。だからまあそこら辺ちょっと考えた方がいいかもねね、もし今後のことを考えた方がいいですよね。そう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 。さあ続いて伏見選手がオリックスから日本、オリックスから日本ハムに。これは伏見は出ていくよね。そうですよね、森選手が。森が来たら出番ないじゃないみたいな、はい、でまあ、争ってもいいと思うんだけども、うん、負けを最初から認めるんじゃなくてね、はい、でもまあ伏見も北海道出身でしょ。あ、そうかそうか、うん、それで日本ハムからのオファーがある、まあ、地元でやりたいっていうね、うんうん、
やっぱ北海道のスターになりたい、うん、地元で、うん、やっぱね独特だと思うんだよ、はい、例えば郷土っていうのはやっぱこう愛してるよね、はい、みんな、うん、で田舎のある人っていうのはなんかオフになって帰るあほっとするよね、はい、やっぱその空気感っていうのは多分あると思うんですよ、うん、多分ね本州に住んでる人よりも例えば北海道四国九州っていうこうちょっとこう小島みたいな小島って言ったら変だけどこうなってるところにやっぱ愛着はあるよねやっぱ、うんうん、俺山口県の端っこだけどさ本州のまあでもやっぱこう山口に帰るとほっとするもんねそういうものがやっぱり、まあ、そういうことも含めて、うんまあ、森もの遺跡も含めて、うん、で日本ハムだと元オリックスよりも出るチャンスが増えるというやっぱりことを望んでんじゃないハム的には伏見選手を、まあ、メインにっていうことを考えてるんですかいやそれはまあ競争だよね、うん、だから新庄監督はやっぱ厳しいから、はい、取ったからってねちゃんと給料分働かないやつはいらないよみたいな、うん、そういうタイプだと思うんだよだからそれはまあ横一線で多分新庄監督は見てると思うけども、うん、でもやっぱり FA で取ったということは使おうとはしてるそうですね、うんまあ、32歳で経験も豊富ですしその日本ハムのピッチャー陣をリードしていくっていうそういう面ではオリックスはいいからな、はい、ピッチャーいいピッチャー困ったらまっすぐでいいからな、ね、そうですよねあだからそこら辺勉強してるのかどうかわからないよいいピッチャーだけにまあまあとりあえず一級品ばっかり受けてるわけだからそうですよねいやただ、まあ、さっき森の時にも言ったようにオリックスのデータが日本ハムに全部移るというねああだから若い選手なんかどうやって攻めてるのいやもう山本なんかお前ら目にもかけてない困ったらまっすぐ投げてるわいいって直球って言われるかもよーしっていう気になるかもねまあ、例えばの話ね、はい、だから、まあ、キャッチャーが移動するっていうのは、まあ、ちょっと厄介なことは厄介だよなそうです、ね、全部債務全特会しなきゃいけないしねそうですよしかもここも同一リーグなのでそう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 で一応3年3億規模というふうには言われています3年3億だもんなあ世の中の人どう思ってんのかねもうなんか円安になってないやそうですよみんな物価上がる上がる給料上がらない上がらないボーナスなくなる、ね、バイトやっても賃金安いそうですよそんな中で野球選手だけはポン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 よく儲かるよな野球界って夢がありますね儲かってるよな、はい、あるところにはあるんですね、まあ、やっぱり、はいはい、さあそしてこちらもキャッチャーですDeNA の峰井選手がソフトバンクに移籍ということで、はい、おめでとうありがとうございます、はい、まあね後輩だから、うん、移籍はなんかこうねちょっと寂しく思うけどね、はい、DeNA からソフトバンク、うん、まあでもなんていうのかな、まあ、DeNA からソフトバンクに行ったっていうのは内川がね、はい、行ったりとかもしてるんだけども、うんまあ、強いチームだけにね、まあ、そういうノウハウだとか身につけてほしいなと思うので、ねうんまあ、キャッチャーとしては甲斐がいるからさ、甲斐を抜けるかって言ったらこれはちょっと難しいよね、うんうん、ってことは2番手、まあ、2番手、3番手、番手まあ、3番手までは落ちないかもわかんないけど、うんまあ、経験も持ってるし、はい、だからまあ2番手でいくとしたら、うんまあ、下位にないバッティングを持ってるからね、はい、多少ね、だからまあそこら辺で活躍をしてほしいなっていうふうに思うけどね、はいはい、で最大4年3億規模、こちらもいいですね、2年な、はい、頑張った。まあでも一生懸命コツコツやってきて、はい、その権利をね獲得して他に評価されていくっていうんだから、はい、まあよく頑張ったよねそこまでねいやそうですよDeNA にいた時っていうのはもう本当に給料って言ってもな、まあ、そんなに高くなかったしC ラングでしょ、はいうんね、だから良かったなそうですお金の面で も、で東山に参えてなあ、ね、またね組めますよバッテリー、まあ、組めるかどうかは分からないけどね、はいまあ、実力次第だろうと思うけど、うん、まあでも良かったなそうですね、はい、さあそして一人まだ残っておりますいつまで決めんのや近藤健介外野手ですあまだ決まっておりませんただもう交渉は各球団としています、うん、金銭面でもなんか見るとばらつきあるなそうなんですまずソフトバンクが6年30億、うんはい、ソフトバンクが一応出てる中では金額面は多かったです、うん、で西武が6年で24億、あ24億、はい、ちょっとまあ開きはちょっと6億違うそうなんですちょっと開きはあるんですただちょっとじゃないよなお前ちょっとって6っていう数字だけど6億だからそうですね6000円じゃないですよねお前
相当違うよ、お前も太っ腹になったのよ。もうなんかね、分かんなくなってきちゃって、分かんなくなるな、はいはい、ただ西武は松井稼頭央さんと近藤選手がまあ仲いいっていう。仲いいだけでさ、6億の溝埋めれるかお前。あと近藤選手が西武に愛着があるという報道も出てるんですよ。何の愛着があるの？ちっちゃい時ファンだったのか。可能性はあるよね、はい。まあ、そういうものがある。で、まあ、6年24億で、オリックスは一応最大6年としかまだ出てません。金額が出てない。いや、それはね、様子見なんだよ多分。他の球団とじゃこれどのぐらい出すかっていう。ソフトバンク6年30でもね、オリックスが一時期出したのが18とかなんとかって言ってたよね。あ、結構これちょっと開きが、いやいや開きあるんだけど、ちょっと様子を見てるけど、はい、これ森に失礼がないようにしないとさ、おい、なんだよってなるかも分からない。俺低いよ、俺より高いのかよみたいな。なっちゃうんですね。なる可能性もある。あ、なのでまだ金額はこう一般には多分オリックスはないな。だからオリックスはない。ない。あと多分その金銭面でない。あ、金銭面で。いや、だから、いや、森のことも気遣うでしょ、やっぱ取った以上は。まあ、そうですね、4年20億近いってことは1年、まあ、5億の計算になりますからね。そうでしょう、はい。まあ、今度は日本ハム残るよ。ちょっとあとロッテも一時期名前が上がってたんですよ。ただまだ情報は何も入ってきてません。で、豊さんがやっぱり日本ハムに残ってほしいの、まあ、ずっとおっしゃってます。いやいや、まあ、余計なことお前言うなって言うかもわからないけども、うん、まあ、俺がもういつも言うように近藤の親だったら日本ハムに残った方がいいんじゃないのって。そうですね、まあ、それなりの金額は出してくれるから、はい、絶対に、うん、いや、他の球団がそうやって評価してるわけだから、うん、ね、その日本ハムもそのぐらいの評価してると思うよ、うん、ただこういう動きを見てると、なんかもしかしたら移っちゃうのかな、移籍っちゃうのかなっていう、なんか気持ちにもどんどんなってきちゃって、まだ決まってないので、決めてないので。何を考えてんだろうね。今どういうことを悩んだりとか。だから、まあ、言えば西武の情だよね、はい、松井稼頭央との情だとか、うん、ソフトバンク行ったら優勝ができるかもわからない、はい、まあ、オリックス、うん、大阪かみたいな、はい、で関東の人間でしょ、この選手。そうですってなると、うん、俺も関西行くの怖かったからね。なんか、あ、当時ですか。いやいや、ドラフトされるっていうのが、なんかね、ちょっと、関西が住んだことないよって、なんかちょっと違和感を感じる部分はあったんだよ。だから関東で良かったんだけどね、はい、うん、だからまあそういうことも考えてられますもんね、うん、関東出身であるとやっぱり関東だと西武っていうところも有利になってきて。でも、まあ、こんちゃんは、まあ、お金ではそんなにね、もうそのぐらいの金額出してもらったら、うん、あんまり揺るがないと思うんだよね、うん、だから、まあ、どこの行くかわからないけども、俺は日本ハムに、予想だよ、予想、あくまでもね、はい、残るっていうふうに、うん、私西武になんか行きそうな気がする。ここまで決めないっていうことは、うん、揺らいでる。俺は日本ハムに残るって思う。今残留宣言ってことになるんですか、ね、うん、自分のところにね、うん、いるんだったら、うん、日本ハムにはなかなか決めなくても失礼には当たらないでしょ、はい、でも他はもう誠意を見せて金額まで提示してくれてるわけじゃない、うんうん、そしたらある程度早い決断っていうのをしないと失礼だと思われるじゃん、普通の人間だとしたら、はい、うん、そしたらある程度もうここら辺までもうみんなが決まってるんだったら決めると思うんだよ、はい、決まらないっていうことは俺は日本ハムに残るっていうふうに俺は思ってるんだけどね。そうか、これ、まあ、日本ハムに残ってもそうですし、他球団に行ったとしても近藤選手はもう間違いなくもうスタメンというか、まあ、もちろんね、そうですよね、うん、まあ、でも心配しないでください。今度が決まったら速報であげますので。そうですよね。そうそう、速報おじさんだから、みたいな表情して表情して、また、そうそう、またこの顔になんか顔で引っ張られたみたいな。いや、いいじゃない、いいじゃないか、見てよみたいな。だから毎回速報の時はね、自宅で撮ってるじゃないですか、まあ、いろんなコメント見るけどさ、はい、ね、一回面白かったな、お前はどうのこうのって、うん、だからお前監督できねえんだって、うん、余計なお世話だ。そんなのあった。